これ私に？君にぴったりだと思ってね。ありがとう。でも本当はエリカのプレゼントだったんでしょ？知ってるんだから。あんなしつこいやつも本当全然関係ないって。私も大嫌い。生意気だし、なんか君の悪い儀式に凝ってるし。儀式？見たっていう子がいるの、夜中にね。S1 地区で昨夜また人間が消えたという報告です。本当ですか？これで8件目じゃないですか。ちょっと地図を出してみろ。はい。なんか共通点とかあるんですかね。うん、消失したのはみんな若い男女、消えた時刻はいずれも深夜、それぐらいかな。もう一つ大事なことを見落としてる。消えた人間の何人か同じ高校に通ってます。本当だ、西南女子、女子校じゃん。スーパーガスだ。なーになに、俺のサインが欲しいか。順番ね、順番。やけに張り切ってたかと思ったらこういうこと。いいじゃん女子高生ね。いや、あれペン、あ、音、あ、りょう、あ、あとでね。りょう。それじゃあ失踪した生徒さんたちに一切共通点はないと。はい、私どもでも途方に暮れてて。変わった趣味ですね。呪術に使う道具もありますね。何かしら、本庄さん。生徒会の予算報告だったんですけど、またにします。それからこれ、面白かったです。失礼します。いいじゃん、ちょっときつい感じだけど。いって、ねえ、どうだった？男はただのバカだけど、女の方は要注意ね。しじるさん、今夜またやるの？当然、うるさい灰はすぐ追い払わなくちゃ。あれが黒魔術の道具なんて随分物知りじゃん。心霊現象やオカルト、そういった未知の世界への探求もネオフロンティアの一環よ。一通りは勉強したわ。さすが秀才。でも俺は天才だから勉強しない。アスカ、自信過剰も結構だけど少しはね。あれ変だな、どこで道間違えたんだろう。確かに俺、あい、もう急に止まんないでよ。これじゃない。ちょっと、なんで後ろになんか走んのよ。だから俺じゃないって。七里さんが、あの二人なかなかやるじゃない。
3人じゃ力が足りなかったのよ。やっぱりもう一人仲間が必要なんだわ。どうして勇気だけ泳がしてもらえないの？エリカ、水泳大会で勝てなかった罰なんでしょ？別にあなただけの責任じゃないのに。残酷よね。仕方ないよ。私目つけられちゃってるし。私たちってさ、子供の頃からいつもそんな役回りばかりだった。そろそろ報われてもいい頃だと思わない？え？あんな先輩いなくなればいいでしょ？昨日の夜道を間違えたのは偶然なんかじゃないわ。どういう意味？怪物に呼び寄せられたのよ。おそらく他の被害者たちもね。見て、人間消失の起きた場所を表示したマークよ。これを線で結んでやると。なんだこりゃ。ペンタグラム、ごぼせ。ペンタテ、ごぼう。悪魔を呼び出す時に使う図形よ。この中心に憎んでる相手の写真を備えれば完成。あとはしじるさんが全てうまくやってくれるわ。しじるさんって？しじるさんはね、弱いもの、心の綺麗なものの味方なの。だって悪い人間に罰を与えてくれるんだもの。勇気、私たちはね、選ばれた人間なのよ。ここが次の襲撃現場？どうして？ペンタグラムを完成させるには10個の点が必要なのよ。今のはまだ1つが欠けてるわ。ってことはここが最後の場所ってことか。それにしっかり鏡も割れてるし。あれも関係あるの？そのペンタテに。鏡を嫌う悪魔に忠誠を誓うって意味があるらしいわ。悪魔ね、いまいちピンとこねえな。そのうちピンとくるでしょ。さあ、今回の標的の到着よ。よし。実はね。おい君。だから女の扱いがなってないんだから。やるわよね、ゆうきちゃん。何度やっても邪魔が入れば同じよ。あの二人何とかしなくちゃ。いや、そうかそうか。お前がクッションになったおかげでその女子高生は無傷で済んだってわけだな。よくやったな。おい、痛い痛いよな。りょう先輩、本当にその怪獣って悪魔なんですか？まあ昔から人間がそういう概念で呼んでた生物ってことかしらね。一種の生命エネルギー体かもしれない。その実態もはっきりしない敵をどうやって倒すかだ。悪魔を召喚したやつが必ずいるはずなんです。それを突き止めて
魔力さえ封印できれば。魔力を封印するったって方法は。呼び出した人間しか知らない。だからまずそれが誰なのかを見つけないと。でもあの学園長が知ってんのかよ。どうしてそう思うんだよ。根拠は。女の勘よ。なるほど、それは立派な根拠だ。あ、そうだ、あのさ、先行ってくれる。何。いや、トイレ。もういいか、すぐ行くから先行っててよ。もう早くしてね。はいはいはい。ファンの子たちがたくさんいるんですよ。どこ、どんどん、どこだよ、誰もいないじゃん。やっぱりあなたが黒幕。誤解しないでちょうだい。私はただかわいそうな娘たちの呪いを叶えてあげた。ふざけないで。自分の餌を手に入れるために単に利用しただけじゃない。利用されるやつはバカなんだよ。ただもうクラヤの遊びも終わりだ。すでに俺様のパワーは満ち足りた。あとは自らの力で愚かな人間どもを恐怖と絶望で塗り込めてやる。そんなことさせない。絶対に。もっと光、ごらめき。お前のその肉親も俺様にとっては最高のごちそうだぜ。ふわっ。邪魔来た。お前も絶対サイナがやんねえかいって。こら、お前勇気、こんなの絶対間違ってるよ。エリカ、子供の頃から人一倍優しかったじゃない。なのにどうして。そのおかげで損ばかりしてきたのよ。好きなもん猫取りされたってずっと我慢してきた。でももう限界よ。私が幸せになって何がいけないの。その邪魔をする奴はみんな消えちゃえばいいのよ。嫌いな人間を消していって一体誰が残るの。最後は一人ぼっちになるに決まってる。好きなとこも嫌いなとこもあるから人間なんじゃない。ぶつかり合うから友情だって生まれる。あなたたちはただ自分が傷つくのが怖いだけの臆病者じゃない。私もう協力なんかしない。人間じゃないものに頼ってまで幸せになんかなりたくない。シジルさんが復活した。まだ分かんねえのか。よく見ろ。あれが人間を幸せにしてくれる優しいやつに見えるか。エリカ、あれは悪魔だよ。私たち間違ってた。きっと間違ってたんだよ。そんなはずないじゃない。たとえ悪魔でも私には。ごめん、でもいい加減目を覚ましてよ。昔のエリカに戻ってよ。お願いだから。勇気、
安全な場所に逃げろ。勝てるはずないじゃない。殺されちゃうわよ。それでも行く。絶対に逃げないってのが俺の信念なんだ。なんでダイナが攻撃の邪魔を。魔法陣さえ封印すれば悪魔を倒せるはず。何よこれ、まるで生きてるみたい。きっとこれがあの悪魔の心臓なのよ。でもこれをどうやって封印するの。鏡を魔法陣の中心に置けば。やっぱりダメ。あんな中に入れるはずないよ。一人じゃダメでも四人なら。四人ってどうやって？いつもやってることがあるじゃない。瑞希とさやの手ってこんなに温かかったんだね。いつも握ってたはずなのに全然気づかなかったね。じゃあ行くわよ。
私たちの世界には宇宙の他にもまだまだ探求しなきゃならない闇がたくさんあるのね。でも一番不可解な闇は人の心の中にあるのかもしれないな。へえ、たまにはまともなことも言うんだ。なんで、少しは見直したかい。そうね、あらかさん。おお、いいだち、真面目にやってっか。おお、なんだ、元気やってる。やってますよ。前に3年とかできるの。そうだね。新城真由美が見た夢は遠い悪夢の再現なのか。次々と発電所を襲う奇怪な鳥の正体とは。次回ウルトラマンダイナ無限の鳥、お楽しみに。